こんにちは。AWS サポートディープダイブシリーズにようこそ。私は東京オフィスで勤務するクラウドサポートエンジニアのアビ子です。私たちの仕事は技術力でお客様のイノベーションをお手伝いすることです。お客様の技術的な問題や課題を解決するために、時に深く深く調査や検証、分析、考察を行うことがあります。このような深掘りを私たちはディープダイブと呼んでいます。 今回はディープダイブ事例としてデータベースプロファイルでのトラブルシューティングの事例を紹介します。クラウドサポートエンジニアのディープな世界に飛び込んでみてください。本日は Amazon Relational Database Service においてクエリの結果が想定とは異なる動作となった原因について調査を行った事例を紹介します。皆さん Amazon RDS というサービスはご存知でしょうか Amazon RDS は AWS クラウド内でデータベースを作成、運用、スケールさせることのできるマネージドサービスです。Amazon RDS では、データベースの作成やメンテナンスといった作業は AWS が実施します。一方で、実行されるクエリのチューニングなど、アプリケーション側の最適化はお客様側で実施する必要があります。お客様のシステム上で問題が発生した場合、 サポートケースをご記用いただきますが、発生した問題によっては基盤側の問題であるのか、それともアプリケーションの実装上の問題であるのかの区別がつきにくい場合もあります。このような場合は、我々サポートエンジニアは AWS 基盤側に関する調査のほか、データベースエンジンに関する知見をもとに原因の切り分けを実施し、問題の解決に向けた支援を差し上げることとなります。今回は AWS 基盤上の問題であるのか、 それともアプリケーション側で改善を行える問題であるのかの切り分けを実施した事例について紹介します。はじめにいただいたお問い合わせの内容を確認します。具体的には次のような内容でした。まず Amazon RDS4 MySQL を利用中。事象としては複数のバッチ処理を並列で実行するとロック取得待ちが発生することがある。 ただし、並列で実行されるバッチ処理はインデックスを用いて処理をするデータの範囲を定めており、お互いに関連のないデータ範囲を処理しているというものでした。ロックの取得はデータベースエンジンによって制御されているため、RDS 側でのハードウェア上の一時的な問題が発生しているといった可能性は低そうです。 しかしながら想定外の原因で問題が発生することもあるため思い込みで調査を行うべきではありません原因となりうるポイントを一つずつ調査していき可能性をつぶしていくことが大切ですまずは基盤側でハードウェア関係の問題がなかったかを確認します AmazonRDS は AmazonEC2 を利用しているほかストレージには AmazonEBS が用いられています また、Amazon VPC 上で稼働していたりと、様々な AWS サービスを組み合わせたサービスであるとも言えます。そのため、Amazon RDS に関する基盤側の調査を実施する場合は、Amazon EC2 観点、Amazon EBS 観点というように、基盤となる様々な AWS サービスの観点で調査を行うこととなります。なお、今回の事例については、 内部的ななログの調査などを実施しましまたがやはり基盤側の問題は確認されませんでした基盤側の問題は確認されなかったので次に DB エンジン上の問題があるかを確認します関係ないデータを並列で操作しているはずなのにお互いに影響を与えてしまう状況が正常かどうかを DB エンジンの観点で調査することとなりますなお AWS サポートではお客様が実行しているクエリの内容や実際のデータを確認することはできません。そのため DB エンジン上の動作に関する調査を実施する場合はお客様にも調査に協力いただく必要があります。今回の事象は RDS4MySQL で発生した事象であったため、ロックの取得状況を確認するための方法などをご案内し、 原因切り分けのためのデータをお客様に収集していただきましたいただいたデータを分析したところ確かに範囲の異なるデータを処理するクエリの間でロック待ちが発生していることを確認できましたまたさらに詳細を確認していくとセカンダリインデックスを利用したクエリが実行されている想定だったところ実際にはセカンダリインデックスが利用されておらず テーブルスキャンが発生している状態となっていたことが確認できました。MySQL ではオプティマイザーが統計情報などから実行計画を決定しますが、テーブル定義やデータの状態によってはセカンダリインデックスを貼っていてもセカンダリインデックスを使わない実行計画が選択される場合があります。共有いただいたデータから今回の事例でも同様の事象が発生しており、 インデックスが利用できていないため、テーブルの全レコードに対するロックが取得されている状況となっていました。その結果、2つのバッジで全く関連のないデータを処理しているつもりであっても、お互いに影響を与えてしまっていました。これは MySQL の通常の動作として想定された動作であり、特に問題が発生しているような状況ではありませんでした。 こちらはあくまでデータの例とはなりますがお客様よりこのようなロックに関する情報やオプティマイザートレースなどを共有いただき調査を実施しましたここまでの調査で基盤側の問題はなく DB エンジンとしても想定された動作であることが確認できましたそのためこの問題を解消するためにはアプリケーション側での最適化をお客様側で実施する必要がある旨をお伝えしました なお今回は発生している問題の特徴から、オプティマイザーヒントを用いることでインデックスの利用を強制する方法を対象方法の一例としてご案内し、この方法で問題解消に向けたアプリケーション側の変更を実施する方向で AWS サポートとしての対応は一旦終了しました。実際に手元でもオプティマイザーヒントを用いることで、 インデックスの利用をを強制でで、きることを確認しししたた。上でお客様にご案内しましたその後、お客様から再度連絡があり、オプティマイザーヒントを用いた検証を実施しているが、状況が改善されないとのことでした。共有いただいたログを確認すると、確かにオプティマイザーヒントでインデックスの利用を強制しても、インデックスが用いられていないようです。 インデックスの利用を強制するオプティマイザーヒントの動作に問題があるのか、オプティマイザーヒントがそもそも正常にデータベースエンジン上で認識されていないのかの切り分けを行うため、他のオプティマイザーヒントも試していただきましたが、こちらも適用されていないようでした。AWS サポートの検証では、問題なくオプティマイザーヒントを利用できていたので、お客様から共有いただいた情報と合わせて判断すると、お客様環境特有の問題の影響で、 オプティマイザーヒントを利用できていないななような状況が考えられました環境依存でオプティマイザーヒントが適用できない原因を推測するといくつかの要因が考えられました例としてそもそもクエリの書き方が間違っている可能性や利用しているクライアントに問題があるといった原因がまずは考えられましたそこでヒアリングを進めたところお客様は MariaDB クライアントを用いているとのことでした その情報をもとに手元でも検証を行ったところ、確かにお客様が利用するバージョンの MariaDB クライアントでは、オプティマイザーヒントがうまく適用されないようです。より詳細な調査を実施したところ、MariaDB クライアントのデフォルトのコマンドでは、オプティマイザーヒントがコメントとして無視されてしまい、データベースサーバーに送られていないことが確認できました。 お客様は Amazon RDS4 MySQL をご利用いただいていたので、互換性の観点からも MariaDB クライアントではなく MySQL クライアントを利用することを提案しました。お客様側で MySQL クライアントを用いて再度検証いただいたところ、オプティマイザーヒントの適用を実施することができ、問題が発生しなくなったとのことで解決に至りました。多くの MySQL データベースに対しては、 マリア DB クライアントからも接続を行え、しかも、マリア DB クライアントのコマンドが MySQL であるので、その違いを普段から意識することは少ないかもしれません。しかし、意図しない動作の違いを生む可能性があるので、クライアントの選定も重要である点が、今回の事例から再確認できました。今回の問題の切り分けを行うためには、AmazonRDS の仕組みに関する知識のほか、 データベースエンジンの動作に精通ししている必要がありました Amazon RDS はさまざまな AWS サービスを組み合わせることで運用されているマネージドサービスであることから Amazon RDS に関する調査を実施する場合は Amazon RDS というサービス単体だけではなく Amazon EC2 や Amazon EBS といった関連するサービスについても詳しくなる必要があります。 また、AWS 特有の Amazon RDS に関する知見だけではなく、一般的なデータベースエンジンに関する知識も必要となります。そのため、これまでデータベースに関する業務を実施されていた方にとっては、その知識を十分に活かせる環境となっております。なお、もし不足している技術や知識がある場合でも、それを補うための様々なトレーニングが用意されています。 またサポートケースを対応する上で分からない点があったとしても他のエンジニアに質問する仕組みが整えられているほか製品担当部署など他部署へのエスカレーションを行う仕組みがあるので1人で抱え込むということがありませんこれまでのデータベースに関する経験を生かせるほか AWS サポートとして参加してからも学び続けることができ 不安な要素があったとしても抱え込む必要がない点が AWS サポートの魅力となっています。今回の事例から AWS サポートでの仕事に興味を持っていただけたら幸いです。今回のトラブルシューティング事例紹介は以上となります。クラウドサポートエンジニアのディープダイブ、いかがでしたでしょうかトラブルシューティングの技術的な楽しさが少しでも伝われば幸いです。 動画の概要欄にキャリア採用ページのリンクを貼ってあります。他の動画やイベント情報なども掲載しておりますので、クラウドサポートエンジニアの仕事に興味を持っていただいた方は、ぜひご確認ください。